ペッパとジョージは雪に足跡をつけるのが大好き。おやおや。面白くないでしょ。ジョージ、雪合戦しようよ。雪を丸めてボールにします。ペッパとジョージは雪遊びを楽しんでいます。待って、逃がさないわよ、コブタちゃん。おやおや、ちょっとやりすぎてしまったようです。ごめんね、ジョージ。ジョージ、雪だるまを作ろうよ。ペッパとジョージは雪だるまを作っています。まずは体から。ジョージ、これが雪だるまの体ね。次に頭を作ります。あとは腕と目とお口ね。ジョージは小枝を拾ってきて腕をつけました。ペッパは石を拾ってきて目と口をつけます。お顔ができたよ。すると、ダディのコート。こんにちは、ダディピック。今度は私の番。これはマミーのワンピース。それとマミーの帽子。ダディピック、靴はどうしちゃったの？私も靴を履かなくちゃ。それからお化粧もしないとね、マミーみたいに。マミーのメイクボックスを見つけました。あった。パウダーをパタパタ。素敵。口紅も塗りましょう。とっても綺麗よ、マミーピック。さあ、ダディピック、お仕事に行く時間よ。マミーはコンピューターでお仕事中です。あらまあ、ペッパにジョージ。え、今なんて言った？ペッパ、挨拶しただけよ。私ペッパじゃないもん、私はマミーピック。そうね、そうだった。どうもマミーピック。こんにちは。こっちはダディピックよ、ジョージ。あら、こんにちは、ダディピック。ちょっと失礼、私仕事があるの。もしもし。そうよ、あれとこれお願いね。違うわ、ありがとう、さよなら。ペッパはマミーピッグになって楽しそうです。でもジョージはちょっと退屈そう。うん、おいしい。これはマミーピッグの分。すごーい。まだまだ、もうちょっと高く放り上げなきゃ。次はダディピックの分だから、どうやればいいのかやってみせてちょうだい。うん、とってもおいしい。みんなよく見てろよ。パンケーキをひっくり返すときは高く放り上げるのがコツだ。1、2の3、それ。
ダディったら。ああ、ちょっと高すぎたみたいだね。あら、まあ大変。最後のパンケーキだったのに。取ればいいんだろ、取れば。おやおや、パンケーキに手が届きません。大丈夫よ、ダディピッグ。私たちが取ってあげる。さあ、2階に行きましょう。こっちよ。一体何をするつもりなのでしょう。じゃあいい？1、2の3でみんな一緒に飛び跳ねるわよ。1、2の3、ジャンプ。何をやってるんだろう。大成功。パンケーキが落ちてきました。ダディの顔になってるよ。ダディピッグ、シロップかける。ああ、頼むよ。1、2の3、それ。できたわよ、スージー。これでトラさんそっくり。ありがとう、ミシロビット。ねえ。うわ、スージー、そのお顔いいね。それって子猫ちゃん？違う、私はトラよ。ねえ。ペッパー、あなたもフェイスペイントしたい？お願いします。ね、ゾウさんがいいな。困ったわね、ゾウさんは描けないの。トラなら描けるわよ。それじゃあトラさんがいい。はい、ペッパ、トラさんになったわよ。私はトラよ。ジョージ、あなたは何になりたい？ダイナソーか。ダイナソー？トラさんがいいんじゃない？トラなら上手よ。私はトラよ。僕だって。ワンワン、ミャオ。トラはワンワンって言わないよ。なんでわかるの？だってトラは大きな猫だもん。ミャオ。私も猫だからね。キャンディ、トラのこともっと教えてくれない？いいよ。トラってね、ゆっくり静かに歩くので、それからジャンプ。ゴーワーゴー。あとね、顔を舐めてきれいにするんだよ。それとトラって、ご機嫌だと喉が鳴るの。楽しんでる？あらま、みんなトラさんなのね。私がみんなにトラのことを教えてるの。ガオトラさんたち、次は何するの？ダイナソー。そうだな、ダイナソーの風船を探しに行こうか。みんなに買ってあげるわね。やったどうもマダムガゼル、みんなに風船をいただけます？いらっしゃい。いろいろあるけど、どれがいい？ゾウさんの風船をお願いします。はい、どうぞペッパ。私の歯だ。歯が取れちゃった。大丈夫よペッパ、それは乳歯よ。抜けることになってるの。新しいのが生えてくる？ええ、生えてくるわよ。それにね、歯が抜けると歯の妖精さんが来るの。歯の妖精？ええ、そうよ。寝るときに抜けた歯を枕の下に置いておくと、歯の妖精さんが来て。その歯を持って行くの。代わりに綺麗なコインを置いていってくれるのよ。私大きくなったら歯の妖精になる。ジョージは大きくなったら何になるんだい？ダイナソー。ダイナソーか。行こうジョージ、寝る時間だよ。歯の妖精さんが来ちゃう。ペッパとジョージはベッドに入る前に歯磨きをします。ペッパ、何してるんだい？歯をきれいにしてるの。歯の妖精さんが取りに来るから。ペッパは大急ぎでベッドへ。抜けた歯を枕の下に置いて歯の妖精を待ちます。じゃあね、おやすみなさい。おやすみマミ。おやすみダディ。
ああ、二人ともお休み。ジョージ、私まだ寝ないよ。だからジョージも寝ないで、一緒に歯の妖精さんを待とうよ。歯の妖精さん、遅いね。はあ。歯の妖精はなかなか現れてくれません。妖精さん、まだかな。何の音でしょう。歯の妖精でしょうか。ちょっと待ってよ、そうだわ、グランパたちに電話しましょう。グランパたちに電話なんかしなくても大丈夫。夜までかかっても絶対にたどり着く。夜になったら困るのよ。もしもし、こちらグランパピッグです。グランパピッグ、風のお城へ行こうとして迷ってるんです。あははは、ダディピッグに地図を任せたんだら。ダディピッグが地図を見てます。それで今イライラしてて。イライラなんかしてない。あははは、風のお城への行き方だがな、お城が見えてくるまで大通りをそのまま進めばいいんだよ。ありがとう、グランパピッグ。お城が見えてくるまで大通りを進むわよ。だと思ったよ。見て、あれがお城。そうだよ、あれが風のお城だ。さあ、登るわよ。赤い車さん、頑張って。ペッパたちが風のお城に着きました。うわ、とっても高いね。中へ入ろう。てっぺんからの眺めは最高だぞ。わあ、素敵な眺めね。マミー、あれがグランパたちのお家？そうよ。すごく遠いんだね。よし、望遠鏡を覗いてみよう。一番に見てもいい？いいけど、ジョージにも見せてあげるんだぞ。わあ。望遠鏡だと近くに見えます。グランマとグランパが見えるよ。見て、ジョージ。グランマ、グランパ。ジョージがグランパたちに手を振っています。ジョージったら。グランパたちは遠くにいるの。見えるわけないよ。何？探偵さんっていうのは、人や物を探すのが上手なすごい人なんだよ。私、物を探すの上手よ。よし、じゃあペッパが探偵さんだ。ジョージ、私が探偵さんになってダイナソーを見つけてあげるからね。それじゃ探偵さん、まずはジョージに質問をしてみたら。ジョージ、ダイナソーはどこにいるの？ジョージにはそれがわからないのです。どこにいそうか考えるのが探偵さんの役目だよ。わかった、私どこにいるかわかった。ジョージいつもダイナソーと一緒に風呂に入るでしょ。だからきっとダイナソーはこの中よ。お風呂にダイナソーはいません。あれ、わかった、ダイナソーはきっとあそこにいるよ。ジョージはいつもダイナソーと同じベッドで一緒に眠るでしょ。だからきっとこの中にいるわよ。ダイナソーはジョージのベッドにもいません。あれ？それじゃあみんなでお庭を探してみましょう。そうだよ、お庭だ。私もそう言おうと思ってたの。もうダイナソーどこ行っちゃったの？ダイナソーはなかなか見つかりません。はあ。ダイナソーどこにもいないみたい。ジョージ、ダイナソーを放り投げて遊ぶのが好きだろ。じゃあ今日はいつもよりちょっと高く投げちゃったんじゃないのかな。あそこにいたダイナソー、私が先に見つけたのよ。よくやったね、ペッパ。ペッパはとてもいい探偵さんだ。
それをカートに入れて。トーマトあった。えらいぞペッパー。トマト、一つ目のお買い物は終わりだ。次は何だったかな。スパゲッティ。ピーゲッティ。そうだねジョージ、でももう一度言ってごらん。スパゲッティ。ピーゲッティ。スパゲッティはペッパとジョージの大好物です。さてスパゲッティはどこかな。あそこにあるよ。こっちよ。スパゲッティ、ほらマミースパゲッティがあった。よく見つけたわね。じゃあそれをカートに入れて。はいマミー。ピーゲッティジョージ違うよ、スパゲッティだよ。ピーゲッティペッパ、次に買うものは何？ポテトチップス。ポテトチップスは書いてないよ。ポテトチップスはお家にあるでしょ。もう一度当ててごらん。ダメだ、思い出せない。ジョージは覚えてる？ダイナソー。ダイナソー。ジョージ、ダイナソーはスーパーには売ってないのよ違うよジョージ、次に買うものは玉ねぎだ。玉ねぎ、そうだった、思い出した、ここにあるよよくできました。1、2、3、4玉ねぎ。よしいいぞ、あと少しでお買い物は終わりだな。残っているのは一つだけね。鉢植え書いてあったかな。違うよジョージ、もう一つのお買い物はフルーツだ。ああ、いいのよジョージ、あなたがフルーツを選んで。フルーツはどこかしら。あっちよ。おっと、ジョージの帽子が風に飛ばされました。大丈夫よジョージ、ダディピッグが取ってきてくれるわ。ダディ、急いで。あそこだよ、木の上に引っかかってる。うん、じゃあ木に登って取ってこよう。こんな細い木、ダディが登ったら折れちゃうわよ。それじゃあどうやって帽子を取り戻すんだ。簡単よ、ちょっと揺らせばいいのよ。もっと強く揺らさないとダメね。ひどい目に遭うのはダディだけじゃなかったな。笑い事じゃないわよ。でもちょっと面白いよマミン。確かにちょっと面白いわねジョージの帽子はマミンの頭の上はい、どうぞジョージ、今度はしっかり押さえて風が木の枝の葉っぱをみんな落としてしまいます。見て見て、私風に寄りかかってるんだよ。強い風がペッパの体を支えてくれます強い風がジョージの体も支えています。ねえダディもやってみて。いや、ダディは重すぎるよ。早くやってみて、とっても楽しいよ。よし、わかった。なんと強い風はダディの体も支えていますいや、ほんと、これは楽しい。マミーピックも早く一緒にやろう。でもこの風が止んだら倒れちゃうでしょこの風は急には止まないよ。風が急に止みました笑い事じゃないよ。あら、ちょっと面白いわよダニーのおじいちゃん、直してもらえますか。ああ、だけど今日一日かかりそうだ。みんなでドライブに行こうと思ってたのに。大丈夫、治るまでこの新しい車を貸すよ。あ、ありがとう、助かります。屋根は下ろしていいかな。お願いします。下ろすときはこの赤いボタンを押すだけだ。なんてすごい車でしょう。うわ、戻ってくるまでにはちゃんと直しといてあげるよ。ありがとうダニーのおじいちゃん、行ってきます。行ってきます、バイバイ。行っといで。ペッパたちは新しい車が気に入りました。この車たくさんボタンがついてるぞ。ねえダディ、緑色のボタンは何？押してみよう。すごい、魔法の
だぞ。ダディ、今度は魔法の窓を避けてみて。青いボタンを押したらどうなるの？どうだろうな、押してみよう。新しい車は楽しい。これもらえるの？いいえ、そういうわけにはいかないのよ。これは今日一日借りただけ。そっか。大変、雨が降り出しそうね。そうだね、屋根を上げないと。さてと、屋根を上げるのはこれだったかな。おっと、これじゃなかったか。そうそう、確かこのボタンだ。あー、ダディはびしょ濡れになりました。ダディった、そのボタンじゃないよ。じゃあこっちだ。違った、これじゃない、これかな。助けてくれ。ダディピックはどれが屋根のボタンか忘れてしまったようです。この車に嫌われちゃったかな。こんにちはペッパ、気分はどうだい？具合が良くないの。舌を出して見せてごらん。大したことはないでしょう。ちょっとポツポツができただけです。私お薬飲むの？ポツポツはすぐに消えるよ。でも少しだけお薬をあげよう。飲めるかな？はい、お願いします。でもあまり美味しいものじゃないよ。お口を開けて。うわ、すっごく苦い。ペッパはちゃんとお薬を飲んで本当にお利口さんだ。しばらく寝かせておいてください。後でまたどんな様子か見に行きます。お友達を呼んでも？ええ、もちろん。映らないからお友達を呼んでもいいですよ。それでは。先生、ありがとうございました。マミー、もう起きてもいい？ペッパ、先生がしばらく寝ていなさいって言ってたでしょ。でも退屈なの。だけどお友達を呼んでもいいって言ってたわよ。じゃあスージーに来てもらってもいい？羊のスージーは一番のお友達です。スージーのママに電話するわね。めあら、ペッパのママ、スージーと話をしてもいい？もしもし、スージー。めもしもし、ペッパ。私具合が悪いの。顔に赤いプツプツができちゃった。お医者さんに見てもらった？うん、ドクターベアが来てくれたの。具合が悪いけどお利口さんだって言われたよ。じゃあ本当に病気なの？うん、そう、ごっこじゃないんだよ。だから寝てないといけないの。それでね、ドクターベアがくれたお薬すっごく苦かったんだ。すぐお見舞いに行くね。ねえ。看護師さんの格好で行くね。スージーがペッパのお見舞いに来ました。スージーは看護師さんのお洋服を着ています。犬のダニーとウサギのレベッカも一緒です。来たぞ。わーい。あー、ここでのピクニックは最高だ。とっても静かで心が安らぐ。シマウマのゾーイとそのパパ、郵便局のゼブラさんです。こんにちは、ゼブラさん。郵便を届けに来たの？はは、いや、配達に来たんじゃないんだよ。今日はお休みなんだ。ねえ、だからパパとピクニックに来たの。私たちも。そういうことなら、みんなでピクニックしましょう。わーい。なんて楽しいピクニックでしょう。ねえ、ジョージとゾーイと一緒に遊んできてもいい？いいわよ、ペッパ。ゾーイ、私テディを連れてきたよ。私はモンキーを連れてきたよ。ウホウホ。ダイナソー、ゴー。私、おもちゃのピクニックセットも持ってきたから、ピクニックごっこしようよ。あ、アヒルさんだ。ピクニックしてると、いっつもアヒルさんが来るんだ。それじゃあ、これ、オレンジジュースね。オッケー、じゃあこれはケーキね。はい、これはケーキです。とっても美味しいのよ。アヒルさんたち、おままごとのケーキはいらないようです。いらないのね。じゃあケーキはモンキーやダイナソーにあげちゃう。テディもどうぞ。おいしい。うほほ、モンキーがね、こんなにおいしいケーキ初めてだって。
ペッパー、ジョージ、もう帰りますよ。じゃあね、ゾイ。じゃあね。みんないいかな？はい、ダディピッグ。それじゃあゾイ、私たちも帰ろうか。はい、パパ。カップに、お皿に、モンキーに、テディ。あれ？テディったらなんでいるの？ペッパはまたテディを置いてきてしまったようです。うわっ、あもうどうしてこうなっちゃうの？私、アイススケートなんてやりたくない。いいんだよ、ペッパ。アイススケートをすれば誰だって転ぶんだ。もちろんダディだってね。見ててごらん。おっとっと、ほっほー、ダディったらジョージ、あなたも滑ってみたい？やだ。スケートをしたことがないジョージはちょっと怖いようです。ジョージはダディが見てるから、ペッパにスケートを教えてやって。スケートは簡単よ、ペッパ。ただ足を押して、あとは滑るだけ。押して押して滑るね。押して押して滑る、押して押して滑る。なんだ、簡単ね。もう一人でできるよ、マミー。押して押して滑る、押して押して滑る。うまいぞ、ペッパー見て見て、私スケートしてる。ペッパはスケートがうまいな。でしょ、教え方がうまいからよ。もっとゆっくりよ、ペッパ。他の人にぶつかっちゃう。大丈夫よ、マミ。私スケートがうまいんだから。あ、どうやって止まるの？大変。止まり方を教えるの忘れてたわ。おう。うわあ、止まれないよ。危ない。うわあ。マミに滑り方を教わって、ダディに転び方を教わったもんな。そうよ。私転ぶのとってもうまいの。ねえジョージ、ジョージもスケートやってみる？やだ。やろうよジョージ、楽しいよ。教えてあげる。えへん、いい？はじめはね。わーい、ジョージ、戻って。滑り方を教えてあげてるんだから。これはびっくり、ジョージが上手に滑っています。うわー、うまいねジョージ。ペッパとジョージは泥んこの水たまりが大好き。ねえジョージ、お家に戻ってダディに見せよう。こりゃびっくりだ。ダディ、ダディ、私たち何してたと思う？さあ、なんだろう。テレビを見ていたのかな？違うよ、ダディ。お風呂に入ってきたのかな？違う、違う。わかったぞ。ドロンコの水たまりに飛び込んだんだな。そうよ、ダディ。ドロンコの水たまりに飛び込んだの。そうか、二人とも泥だらけだ。あ、大丈夫だよ、ただの泥んこだ。マミーに見つかる前にきれいにしておこうね。ねえダディ、ちゃんときれいにしたらダディとマミーも一緒に遊んでくれる？ああ、一緒にお庭で遊ぼう。ペッパとジョージは長靴を履いています。マミーとダディも長靴を履いています。ペッパはドロンコの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんなドロンコの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。あら、ダディったら泥だらけになっちゃった。ただのドロンコだよ。ペッパとジョージはドロンコの水たまりで遊ぶのが大好きです。
私からね。うわ、グー。寒いので水たまりは凍っていました。つるつる滑ります。面白くないでしょ。マミーとダディもやってきました。おお、いいね、ドロンコの水たまりがある。ダディもドロンコの水たまりが大好きです。ダメよダディ。危ないところだった。でもダディはバランスを取るのがうまいんだ。ダディ、今日は水たまりが凍ってるの、だから飛び込めないのよ。それじゃあ、アヒルさんに餌をあげましょう。わーい。ペッパたちはアヒルさんに餌をあげるのも大好き。こんにちは、アヒルさん。パンをあげに来たのよ。アヒルさんはパンが大好き。あれ？今日は寒いので、池も凍っていました。氷はツルツル滑ります。笑ってごめんね、アヒルさん。でもとっても面白いんだもん。雪が降ってきました。雪だ。ペッパとジョージは雪が大好き。ジョージ、雪をキャッチしてみようよ。ペッパたちは雪をキャッチしようとします。ジョージが雪をキャッチしました。ペッパも雪をキャッチしました。ねえ、羊のスージーがソリに乗ってやってきました。わーい。こんにちは、ペッパ。うわ、スージー、それ楽しそう。ねえ、そこの大きな丘でソリをしてるの。雪がたくさんあるよ。じゃあソリを見に大きな丘へ登ってみようか。うん、行きたい。そこへ種を入れて、上から土をかぶせる。グランパがお水をあげようか。ダメダメ、私がお水をあげるの。よし、あとはイチゴが育つのを待つだけだ。ペッパとジョージは種が育つのを待っています。でも何にも落ちないね。我慢して待たなくちゃ、ペッパ。育つまでには長い時間がかかるんだ。ペッパ、ジョージ、お家に帰りますよ。まだ種がイチゴになるのを待ってるの。ティータイムに食べたいんだもん。グランパが世話しておくよ。次に遊びに来る時までにはきっと立派に育ってるはずだ。そしたらイチゴを食べられるのね。ああ、行くわよ、ペッパ。じゃあね、グランパ。じゃあね、イチゴさん。グランパはペッパのイチゴの世話をしました。何日も続けていると小さな芽が出てきました。日に日にイチゴの苗は大きくなって、ある日グランパは素敵なものを見つけました。イチゴだ。グランパ来たよ。ペッパとジョージが遊びに来ました。ねえねえグランパ、私のイチゴ育った？おお、見てごらん。おお、イチゴだ。ありがとうグランパ。グランパ、他の種も植えていい？いいとも。それじゃあ今度はジョージに選んでもらおう。そうだね、何がいい？ジョージ、それじゃあ人参は？グランパ、ジョージは人参の種がいいみたい。ジョージ、人参を育ててみたいかな？やだ。カーテンの後ろにもいません。またおかしな音がしました。一体何の音でしょう？ジョージがペッパを見つけました。見つかっちゃった。今度はダディが隠れる番。いや、もう一回ジョージが隠れる番だろ。
でもジョージはちゃんと隠れないんだもん。今度はきっとうまく隠れるよ。目を閉じて数を数えて。1、2、3。おやおや、また簡単に見つかってしまいそうです。5、6、ジョージ、こっちへおいで。7、8、9、10。隠れたかな？いくよ。あれ？ジョージがテーブルの下にいない。だってジョージはいつもここに隠れるのに。じゃあ2階を探してみたらどうだい？どこにいるかわかった。ジョージはおもちゃのカゴの中ね。あれ？カゴの中にジョージはいません。どこにいるんでしょう？ジョージはどこにもいませんでした。ダディ、ジョージが見つからないの。それは困ったね。どこへ行っちゃったんだろう。もしかしてこの新聞にジョージのことが書いてあるかも。わあ。ジョージ、見っけ。それってダイナソー？これおもちゃのダイナソーだよ。ガオー、ダイナソー。それ最高だね。ダイナソー、ガオー。ダイナソー、ガオー。あら、怖いわね。ジョージ、最高だね。ジョージは私の弟。ほんと最高なの。ペッパは弟のジョージが自慢です。ではジョージにお絵かきの仕方を教えてあげましょう。ジョージはお絵かきが苦手なの。じゃあペッパが手伝ってあげてね。はい、私上手にできる。お花の描き方を教えてあげるわね。ジョージ、今日はお花の絵の描き方を教えてあげるね。じゃあ、大きな丸を描いて。違うよ、ジョージ。その色じゃないでしょ。その周りに花びらを描くの。ジョージ、形が違うでしょ。で、茎と葉っぱをつけるの。完璧。ジョージ、全然違うじゃない。何を描いたのかしら？私はお花を描いたの。上手に描けたわね、ペッパ。そしてジョージが描いたのはダイナソーね。ガオー、ダイナソー。最高だね。それじゃあ、このジョージとペッパの絵を壁に飾りましょうね。イエーイ。ペッパ、あなたの弟はとっても絵が上手なのね。そうなんだ。秘密だよ。ジョージが当てようとしたけど、当てられなかったの。当ててみてもいい？いいよ。ダディのメガネじゃないよな。違うよ。メガネはダディがかけているじゃない。ああ、そうか。ダディったら、もっとちゃんと当てっこして。わかったよ。マミーの靴を入れたのかな。はずれ。2回間違えてから大終わり。ペッパは秘密が大好き。マミー、誰も中身を当てられなかったよ。あれ、ジョージ、それ何？ジョージにも作ってあげたの。秘密のものを入れたのよ。中身はジョージしか知らないの。そう。ペッパはジョージの箱の中身が知りたくなりました。わかった。どうせ思ったのダイナソーでしょ？違う。箱の中身はダイナソーではありません。こんなの難しすぎる。わかるわけないよ。ペッパは秘密が好きではなくなったようです。ペッパー、
あなたが箱の中を見せてあげれば、ジョージも見せてくれるんじゃない？わかった。一緒に見せ合うんならいいよ。それはいい考えだね。じゃあ、1、2の3で箱の蓋を開けるんだよ。いい？いいよ。1、2、3! ジョージは太鼓、ペッパはトランペットでした。いいね、なかなかうまいぞ。他にはもう秘密はない？ジョージの箱にはドーナツが。あれ？ペッパの箱は空っぽです。もう何にもない。大丈夫、あるわよ。さあどうぞ。ジョージもペッパもマミーもダディもドーナツが大好き。ダディには箱がないけど、このドーナツをしまうのにぴったりの場所があるんだ。どこだかわかる？すごい。だろ？ダディはこういうの得意なんだよ。ほら、木があるわよ。タコが引っかかったら大変。大丈夫さ、そんなヘマはしないよ。おやおや、タコが木に引っかかってしまいました。参ったな。大丈夫よ、ジョージ。ダディがタコを取ってくれるわ。わーい。あー、そうだね。また、泥んこの水たまりだ。ペッパたちは泥んこの水たまりが大好き。取り込んでもいい？お願い。ダメよ、泥だらけになっちゃうでしょ。二人とも下がってて。気をつけてね、ダディピーク。大丈夫、任せといて。落ちないでね。もうちょっとだよ、ダディ。ダディピーク、重すぎるから枝が折れちゃう。平気だよ、ダディはそんなに重くないんだよ。ほら、やった。ダディピックがタコをつかみました。おやおや、みんな泥だらけ。ただの泥んこだよ。ダディピックに怪我はないようです。無事にタコも取り戻しました。やったマミー、もうドロンコの水たまりに飛び込んでいい？そうね、いいわよ。もう泥だらけだものね。はい、どちら様？ジョージ？はい、どちら様？マミーピッグよ。私も入れてもらえるかしら？それじゃあ、秘密の合言葉を言って、家から入ってもいいよ。わかったわ。で、秘密の合言葉って何なの？それはちっちゃい声で教えてあげる。秘密の合言葉はね、ダディのお腹は超ビッグ。わかったわ。秘密の合言葉を言ってみて。ダディのお腹は超ビッグ。大当たり。ダディのお腹は超ビッグ。なんだかそれ、おかしな合言葉だな。マミー、次にハウスに入る前にドロンコの中口を脱いでね。もちろん。ダディもきっと入れるよ。秘密の合言葉を言ってみて。でも、別の合言葉にしてもらえないかな。ダメ。じゃあ仕方ない。ダディのお腹は超ビッグ。大当たり。どうぞ入っていいよ、ダディ。長靴は脱いでね。あ、ダメだな、ドアを通り抜けられない。ダディのお腹がビッグだからだよ。ああ、そうだ、ダディピッグも上からなら入れるぞ。ペッパ、ジョージ、マミーとダディ、みんなでツリーハウスに入りました。私このツリーハウス大好き。
もう出たくなくなっちゃったよ。それはよかったわね。でもグランマのうちには来てくれないってこと？うん、行かなくていいや。リビングではダディピッグが新聞を、マミーピッグが本を読んでいます。助けて、助けて。一体何をしてるんだ？助けて、助けて。ペッパー、ジョージ、何をやってるんだ？ずいぶん騒がしいな。助けて。一体何をやっているの？さっきから何の音？何なのこの散らかったお部屋は。おもちゃにつまずいて転んだらどうするの？その通り、おもちゃにつまずいて転んだよ。あらまあ、それは痛かったわね。さあ、二人ともお部屋のお片付けをして。でもマミ、今お人形とダイナソーって遊んでるの。お片付けをしてから遊びなさい。でも散らかしたのはジョージだよ。おや、そうだったのか。じゃあこの可愛いワンピースもジョージのってことだな。違う。ちょっと私も散らかしちゃったかも。じゃあダディはジョージを手伝うから、マミはペッパーを手伝って。お片付け競争ね。女の子対男の子。それはいい。どっちが早く片付くかな。行くぞ、よーい、ドン。一歩リードだな。そんなことないもん。ほらね。あれ、なんだろう。テディ、ずっと探してたのよ。ほらペッパ、早くテディをバスケットに入れて。ここね、次はゴホ。片付いた。これは何なんだろう。ダイナソー。ああ、そうだな、これはダイナソーの本だ。ジョージの飛び出すダイナソーの本です。これはいい感じです。ペッパは太鼓が気に入りました。あら、うまいじゃない。ああ、リズムよく叩けてる。これはダディピックのアコーディオンね。マミーピックと初めて会った時これを弾いてたよね。ダディピックよく覚えてるわ。ジョージもアコーディオンを弾きたいようです。本当に弾きたいの？アコーディオンは難しいんだぞ。ジョージ、アクローディオンって私の太鼓と同じくらい難しいんだよ。わかったよジョージ。ジョージにはまだアコーディオンは無理のようです。ダディ、他にはどんな楽器が入ってるの？あとはホルンだ。やってみたい。力いっぱい吹いてごらん。綺麗な音が出ません。こんなの絶対無理だよ。昔はマミーも吹けたんだけど。やっぱり綺麗な音が出ません。ホルンはダディみたいに強くないと吹けないんだよ。ちっとも綺麗な音が出ません。ペッパの言う通りだ。このホルンを吹くのは無理だ。いいのよダディピッグ、アコーディオンを弾いて。アコーディオンは上手だもの。自分で言うのもなんだけど、アコーディオンなら自信あるよ。マミーはバイオリンを弾くわね。じゃあ私は太鼓。マミーピックはバイオリン、ダディピックはアコーディオン、そしてペッパは太鼓。チョウチョって本当に可愛い。私チョウチョになりたいな。ペッパはチョウチョになりきっています。私はチョウチョよ。ジョージも真似をします。ジョージ、チョウチョは私なの。ジョージは違う生き物になったよ。わかった。ジョージはくねくねのミミズさんね。
おやおや、ジョージはミミズにはなりたくないようです。蝶々になりたいのです。ジョージ、グランパはな、小さい頃ミミズになって遊ぶのが大好きだったんだよ。ミミズになるのは簡単だ。じゃあやってみせよう。まずこうやって地面の上に寝転がるだろう。あとはくねくね進むんだ。あははは、ほら、くねくねのミミズだぞ。ジョージとグランパはミミズになって大はしゃぎです。私はチョウチョ、かわいいチョウチョだもん。お、見て見て、私チョウチョなの。ああ、ペッパ、とても綺麗なチョウチョだな。グランパ、ジョージ、何やってるの？ジョージとわしはくねくねのミミズなんだ。私もくねくねのミミズになる。私はミミズ。グランパはミミズ。私はミミズ。くねくねミミズ。よろしくね。大好き。くねくねのミミズ。メガネを見つけてあげればダディのイライラも収まるし。イライラなんかしてないぞ。ペッパとジョージがダディのメガネを探します。新聞の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージがテレビの上を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。ない。きっと2階だよ、ダディたちのお部屋。マミーとダディのお部屋にやってきました。ジョージ、物を倒したりしないようにね。うわ。面白くないでしょ。枕の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージはスリッパの中を覗いてみますが、やっぱりメガネはありません。バスルームへ行ってみようよ。ペッパとジョージはバスルームへ。メガネはバスタブの中にも、なーい。トイレの中にもありません。あれ、見つからないね。ダディピックのメガネを見つけることはできませんでした。お部屋中探したけど、どこにもメガネはなかったよ。困ったわね。どうしましょう。メガネなしで動けるようにするしかないな。ゆっくり歩けばぶつからないだろう。ここにあった。ダディのメガネ。ダディピック、あなたのお尻の下にあったのね。なくてもちゃんと乗れるかい？乗れる。わかったよ。じゃあ早速外そう。ダディピックはペッパの自転車から補助輪を外しました。ペッパ、本当に補助輪がなくて大丈夫？平気。外して乗ったことないのに。平気だってば、きっと乗れるよ。うわ。面白くないでしょ。補助輪なしで乗るのは簡単ではありません。手伝ってあげようか。うん、お願い、ダディ。よし、位置について、よーい、ドーン。手を離さないでね。大丈夫、離さないよ。いいわよ、ペッパ、その調子。押さえててね。そのまま来いで。ペッパは補助輪なしで自転車に乗れています。ダディったら手を離したのね。さっきからずっと一人で乗ってたんだぞ。本当に？とっても上手に乗れてたわよ。そうなの？うわ、ちゃんと乗れてる。ねえ見て、すごい、補助輪なしで自転車に乗れてる。ダニー、スージー、レベッカ、見て、補助輪なしでも乗れるようになったよ。
ペッパー、カボチャにぶつかるなよ。私の勝ちだね。ペッパーは前を見ていません。おやおや、ペッパーはダディピックのカボチャを割ってしまいました。カボチャを割っちゃってごめんなさい、ダディ。カボチャのことより、ペッパーが怪我しなくてよかったよ。本当にこっちでいいのかい？任せといて。アヒルさん、こんにちは。私たち近道してるの。ここで大通りに戻れるの。すごいじゃないか、マミーピック。でもまたダニーの車の後ろに来ちゃったよ。どうも。いや、おかえり。なんてこと、マミーピックの近道はうまくいかなかったようです。さあ、ランチができたわ。そして一番大事なジャガイモも全部美味しく焼き上がったぞ。ランチは完成。でもペッパたちがまだ来ていません。もしもし、どちら様？すぐ近くまでは来たんだけど、でもまだ道が混んでてカタツムリみたいなんだ。ものすごくゆっくりなカタツムリ。近くまでは来てるんだが、まだ渋滞してるらしい。かわいそうに、せっかくの料理が冷めちゃうわ。わしにいい考えがある。ちょっと手押し車を取ってくる。一体何をするつもりでしょう。さあ、グランマ、急いでランチをこの手押し車の中に入れてくれ。了解です、キャプテンピッグ。みんながランチを食べに来られないんなら、こっちから届けに行けばいいんだよ。見て、グランマとグランパよ。手押し車でランチを運んできてくれたのね。おい、みんな、さあ、ランチの到着だ。たくさんあるかな。ダニーとダニーのおじいちゃんにも分けてあげたいの。たっぷりあるからみんなで食べましょう。はい、じゃがいもだ。じゃがいもをたくさん取ってきてくれたグランパのおかげね。じゃがいもはいくらあっても困らないって言っただろ。ダディ、ペッパ、ジョージがリビングを飾りつけます。楽しいね。グランマピックとグランパピックがお祝いにやってきました。お誕生日おめでとう、マミーピッグ。中に入らないの？入れないんです。ペッパたちが私に内緒で何か用意してくれてるの。まあ楽しみね。それじゃあ後で。はい。マミー、もう家の中に入りたい？入りたいわ。じゃあ目をつぶって。まだ開けちゃダメだからね。ワン、ツー、スリー。さあ目を開けて。お誕生日おめでとう、ママピーク。なんて素敵なサプライズなの。さあ、キャンドルを吹き消して願い事をしてね。マミマミ、プレゼント開けて。ねえ、何だと思う？さあ、何かしら。早く開けてみて。まあ、なんて素敵なワンピース。うわ、とっても綺麗だよ、マミ。それを着ていく場所も用意してあるよ。これは何？お芝居のチケットだよ、今夜の。ありがとう。マミーピックはお芝居が大好きなのです。子供たちはグランマとわしが見てるから安心して行っておいで。うわーい。ほんと最高のお誕生日。私は世界で一番ハッピーなマミーだわ。それに世界一綺麗だ。やめて、ペッパ、コンピューターに触っちゃいけません。ジョージもね、コンピューターには絶対触っちゃダメよ。そうだよ、ジョージ、こうしちゃダメだからね。ペッパ、やめて。ごめんなさい、ジョージにこうしちゃダメって教えようと思ったの。なんと、
コンピューターが動かなくなってしまいました。ねえダディ来て。ダディピッグ、どうしたんだいマミーピッグ。ねえダディピッグ、このコンピューター直せる？いや、ランチの準備は私がするからお願い。ああ、わかった、やってみるよマミーピッグ。でもこういうのあんまり得意じゃなくて。ありがとう、よろしくね。ダディピッグがコンピューターを修理することになりました。まずはスイッチを切ってみるか。そしてもう一度オンにしてみよう。ダディピックが見事にコンピューターを直しました。やったねダディ。ああダディ、こういうの結構得意みたいだ。ダディ、コンピューターでハッピーミセスチキンのゲームしていい？それはマミーに聞いてごらん。マミーは後でやってもいいって言ってた。それならいいぞ。でもディスクはどこにあるんだろう。